どうも、16日目です。今日のテーマ、あの頃というテーマでやってみたいと思います。それでは聞いてください。またあの頃のように。大人になるってことは積み重ね積み上げること、大人になるってことはもう一つ何かを忘れてしまうこと、いつからか変わりたいと願い、いつからか変わってしまったのさ、あの頃みたいになれないけどまたなりたいよ、またあの頃のように君とはしゃいで、わいもないことで腹抱えて笑っていた、またあの頃のように。ありがとうございました。また明日もバイバイ。